さあ、いよいよ始まります、この一戦。攻撃。さあ、激闘の幕が開けました。このパスをトラップ。敵陣へ攻め込む。ナイスプレー。敵陣へ切り裂く。これが攻撃力だ。キャノン砲、全てのキャノン砲を抜く。まさに巨大な砲撃だ。これはボールと相打ちの形になった。ナポレオン君、シュートまで持ち込めるか。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。それ、鋭いスライディング。ナイスプレーだ。これぞ貴公子のプレーだ。これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレー。これは見事な個人技だ。パスを出します。やった。持ち前のテクニックを見せつける。スライディング。ナイスプレー。ジャン君、渾身のパスを味方に送る。ロングパスだ。ボールを狙うも届かない。敵陣へ攻め込みます。あっと、奪い返した。体ごとぶつかっていった。ピエロン、これがビジネスプレー。これで反転させかわした。飛行機の華麗な技だ。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスに切り替えた。行くよ。自慢のテクニックを見せつける。ドリブルでボールを飛ぶ。まずいぞ。誰も止まらぬ火の玉シュートサービス。アモロ君、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。センタリングを上げた。防いだ。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。ピエール君、ボールを狙うも届かない。ここは抜かせません。スライディングが決まった。横をすり抜く。止められない。ナイスプレー。ボールに勢いをつけてシュートを放った。抜かせるか。これは竜巻のような後ろ回し蹴りだ。ブロックされたボールは遠くへ。ドゴール君、激しいタックル。このタックルは不発に終わります。ナポレオン君、ここからチャンスを作れるか。ナイス。止められるもんなら止めてみろ。ここで何かキャノン砲、全ての力をキャノンシュートだ。まさに巨大な砲撃だ。ブロックを突き破りゴール。ナポレオン君、ここで先制となる。俺様が世界一のストライカーだ。止められるもんなら止めてみろ。キャノンシュートだ。まだチャンスはある。ロングボールを送る。おっと、攻守交代だ。ブラボー君、ここはパスを出した。持ってく。横。フランス、その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。パスを回す。あっという間に前半も15分。止められるもんなら止めてみろ。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ラケルシュート。交代にシュート。ここはとっさに顔面ブロック。あーと、ブロックを粉砕。パントキック、どこまで運べるか。タックルが炸裂。ナポレオン君、これは2度加速する。2人分威力2倍のシュートだ。フィールドを駆け抜け、ボールに追いついた。シュートの勢いも体で止めました。ロングパスを受けます。体ごとぶつかっていった。ピエール君、これのからチャンスを作れるか。スライダーシュートだ。シュートを打ち返していった。ボールと真っ向勝負、弾いた。ジャン君、ここはパスを出した。もう一度、まだ全然体勢が整っていません。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけて繊細なタッチでかわした。これは見事な巨人だ。華麗な足取りから今週ライダーシュートだ。ここか。アモロ君、ゴール正面でこのシュートを迎え、高い球に合わせる。ワンタッチで送る。あっと、これはどう
ライブシュートか。キーパー一歩も動けず、このゴールで同点に追いつく。見たか。よし、これからだ。それルスト君、パスを出します。消える。華麗なルーレットで翻弄。これが美獣のドリブルだ。消える君、ここは抜かせません。ナポレオン君、アーツをまさに脅威。これは見事な連携シュートだ。ゴールに追いついた。あとキャプテン、このボールをブロック。絶妙なインターセプト、はい、激しいタックル。ナイスプレー。ボールを相手に蹴り込んだ。ブラボー君、ボールを奪うことができません。ここはパスに切り替えた。これで前のテクニックを見せつける。繊細なタッチで決まった。まずい。真の力を込めたファイヤーキット。横に飛んだ。ボールはまだ生きている。佐野さん、佐野くん、佐野くんに合わせに行く。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。ナポレオくん、このボールをコントロール。もらった。行け。お、2人が同時に走り出した。ここでワンツーパス。ここはパスを出した。キーエル、センターラインを投げてくる。時計は既に30分を示しています。前半も残すところあとわずか。ここは勝負を避けた。ルスト君、ボールを奪うことができません。ここから一気に攻め込みたいところ。華麗なスライダー、先進のシュートを放った。ゴール正面でこのシュートを抜け、必ず勝つんだ。ゴールを決めた。スライダーシュートだ。ここか。おお、焦らずに返していくぞ。いけ。このパスをトラップ。それそれ、このパスは通らない。このタックルは不発に終わります。スライディングで止めて。ナイスプレーだ。もらったぞ。アウェイチーム、ゼキックオフで後半スタート。ロングパスだ。アモロ君、ゴールを割らせません。絶妙なインターセプト。これはゴールラインを割ります。ゴールキックです。おっと、ここで交代だ。ピエール君、ここで俺たちの戦い方を見せるぞ。その華麗なサッカーでフィールドを征服するのか。ボッシ君、敵陣を切り裂く。ナポレオン君、これは2度加速する。2人分威力2倍のシュートだ。森崎君、これはキャッチできない。ロングボールを送る。佐野君、ダイレクトでパスをかわして振り切った。ピエール君、ゴール前に持ち込んだ。パントキック、どこまで運べるか。この位置で攻守交代だ。それ右へパスを送る。このパスをカットします。チャージが決まった。これが俺の美しいフォームから展開シュートだ。真正面からシュートを受け止めた。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。この位置で攻守交代だ。見せてやる。美しいスライダーシュートだ。フィールドを駆け抜け、ボールに追いついた。あとゴールをブロック。マルセル君、ここゴールをまずいぞ。ロングパスを受けます。あと
ドリブルを見送る。ロングボールを送る。このボールをコントロール。ドリブルでボールを運ぶ。渾身のパスを味方に送る。華麗な足取りから渾身のシュートだ。横ここで鋭く反応。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。ピエール君、ロングパスを送ります。これが美獣のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。ピエール君、パスを回す。ここで奪った。ピエール君、ボールを狙うも届かない。これぞ飛行士のプレーだ。蝶のように回る。ナイスプレーだ。これぞ飛行士のプレーだ。蝶のように回る。ナイスプレーだ。ボールダッシュ成功。ウォッチ君、横にかわして突破。このタックルは不発に終わります。ピエール君、華麗なブレットで翻弄。ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。これは見事な個人技だ。パスを出します。いくよ。前のテクニックを見せつける。繊細な感じでかわした。ナイスプレーだ。シュートまで持ち込めるか。メインが止まらぬ火の玉シュートを誘った。これは止めるぞ。ゴール隅に突き刺さった。負けないよ。ニューヒーロー、期待にたがわぬ活躍です。はぁ、そこだ。はぁ、諦めるにはまだ早い。右へパスを送る。パスを回す。はぁ、ピエール君、これが美獣のドリブルだ。ナポレオン君、いいぞ。止められるなら止めてみろ。いや、さらに威力を増した。究極の砲弾が放たれた。フィールドを駆け抜け、ボールに追いついた。体で防いだ。ロングパスだ。おっと、攻守交代だ。奪い返した。なんという華麗なプレーだ。これが美獣のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。止められない。あと、これはドライブシュートか。このシュートにジャンプで反応。アモロ君、ボールはまだ生きている。弾いた。センタリングを上げた。そこだ。クロスに合わせに行く。それアモロ君、横に飛んだ。と、止めた。パントキックで大きく蹴り出した。ボールも奪った。渾身のパスを味方に送る。おお、行くよ。これはうまく受け取った。繊細なタッチでかわした。行ってくれ。はっ、もらえるよ。スライディング、これでボールを浮かせて抜いた。ここから打ってきた。アウェイチーム、コーナーキックを得ます。蹴り入れます。シュート、外してしまった。フランス、ゴール前からどう展開していくか。このパスは通らない。これが二重のドリブルだ。これは必殺のロングパスだ。後方ファイヤーキックが火を吹いた。止める。ジャン君、これは竜巻のような後ろ回しだ。ナポレオン、体を張ってボールを止めた。フランス、相手の守備が高めに一気に攻めたいところ。これが二重のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。これが美獣のドリブルだ。ドリブルでボールを運ぶ。なんという華麗なプレーだ。渾身のパスを味方に送る。渾身の力を込めたファイヤーキック。これはキャッチできない。渾身のパスを味方に送る。ここで大きくサイドチェンジ。ゴールキックです。ピエール君、ロングパスを受けます。攻めるぞ、みんな。その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。やったぜ。おわ、ドリブルでボールを運ぶ。ナポレオン君、これが体力だ。いや、さらにのシュート。究極の砲弾が放たれた。シュートの勢いも体で止めました。マルセル君、こ
ここはパスを出した。ナポレオン君、これは2度加速する。2人分、威力2倍のシュートだ。盛り上がれ。ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。あー、キーパーごと突き刺さった。禁物だ。佐野くん、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。これが二重のドリブルだ。なんという華麗なプレーだ。これが二重のドリブルだ。アウェイチーム、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。